はい、こんにちは、ガサガサ飯草です。今日もよろしくお願いします。とうとう来ちゃいました。今日ね、市役所に行ったりしていろいろ手続きとかね、いろいろやってたんですけども、まあ一段落ついて終わってないんですけどとりあえずね、なんかね、魚釣りたいなと思って、今日ちょっとね、朝市役所行く前に小魚釣ったんですけども、もう一回ね、これ整理してたらね、この竿とかね、古い竿がね見つかったんで、これ使いたいなって思い始めたらね、ちょっと我慢できなくなって、今日は近くの用水路に来ました。でこれちょっとね、ブラックバスかナマズかライギョかなんかわからないけど、とりあえず一匹ぐらい釣って買いたいなと思うんで、それ頑張ってみたいと思います。というわけで、まあとりあえず琵琶湖に来て1回目のルアー釣りですね、やってみたいと思います。まあ、上手くないんで、期待しないでください。やってみます。何も釣れんな。なんか釣れるんだけどな。お、今ナマズだ。出てきたね。そうですね、この川は、コウホネといってね、あの水生植物、水草がたくさんあるんですけども、これも下が全部コウホネの、水中葉が、もう敷き詰められてます。でさらにこの泥の下にはね、あのコウホネっていう名前のようにね、骨のようなね、太い地下茎があるんですけど、それがもう張り巡らされていて、でそれが今いっぱいね、大きなコウホネの群落を作ってます。でその今間からね、今40センチぐらいのナマズがポコーンって今水面まで来てないですけどね、このスピナーベイトを追って今来ましたね。結構ねこの川はナマズがねたくさんいるんで、まあ本当はもう少し早いね、初夏だったらもう山盛り釣れますもう本当にどこ投げようがもう当たりがボコボコね来るんでね、すごい魚の量は多いです。そんなところですね。あとカムルチなんかもここはいて、まあ前何年か前帰ってきた時にはカムルチがね、たまたまなんですけどね、スピナーベイトでかかりましたね。まあいい、そういう魚がいっぱい、まあ琵琶湖にはね、琵琶湖にもいますただ釣れないんでね、下手くそはね、そうそう簡単に釣れません。たのかな、やっと来たのに、いや焦ったね久しぶりのあたりだ。
食わなかった。やっぱナマズは面白いね。久しぶりに会ったらいいな。食わないね、飲んない。子供だ。よしよし。よし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 。映ってるかな。ちょっと今ね、こっち家があるんで移動します。映ってるかな。映ってる？結構でかいよこれは。がっつりやね。くっ、今日何も持ってきてないんであれなんだけど、どうやろう。うん、55ぐらいかな、50ちょいぐらいですね。ということで、よかったです。いやー、久々に会ったね、ナマズ。あ、そうだ、ナマズの歯型はこうです。ちょっと、うん、傷ついちゃったからね、見にくいんですけどね。またあの岩床と大ナマズとの見分け方も紹介、今度紹介します。スレだね。スレや。スレやな。スレ一直。ナマズです。2匹目が取れました。これは40ちょいぐらい。尻尾が怪我してるね。これなんか噛まれた跡だね。疲れそうだ。なんかの生き物と
戦ったよな。よいしょ。よし。すごい、あんなに怪我してるのにアタックしてくるんだね。すごいな。はい、ということで今日はちょっと明るい 夕方ね、暗くなる前はもう全然バスが1回アタックしてきたのと、ナマズがねちょっと反応してもわーっと上がってきたぐらいだったんですけども、もう暗くなった途端、クイが上がってきて結構当たりがねあって、多分これ音がねうまく取れてないものが多いんで、多くて映像がね真っ暗なんでとにかく魚が食ってるのかとかね、魚釣りしてるのかっていうのが分かんなかったと思うんで、もうほぼカットさせてもらいました。で、本当にかかってて、フッキングした後電気をつけて、やってたんで、本当に数十秒の映像しか残ってないんですけども、まあ、そんな感じでとりあえず、滋賀県に移動してからの初めてのルアー釣りということで、ナマズが2匹釣れましたでもよかったです。久しぶりにね、もう何年ぶりかのナマズだったんで、すごく、僕個人としては、嬉しかったです。で、どんどんこれから秋になるとね、水温落ちてって、クイが落ちてくるんで、まあ、本来ね初夏の、田んぼにね水入り始めるねゴールデンウィークぐらいからがすごい釣れるってね、たくさんナマズいるんで、そういう時にねまた来年、チャレンジしたいなと思ってます。そんな上手じゃないんで、いっぱいね食いのいい時しか僕は釣れないんで、下手くそなんでね、うまく皆さんにお伝えできないんですけども、そういった形で、紹介していきたいと思います。というわけで今日はまず第2回目かな、琵琶湖で2回目の、ガサガサでした。というわけで今日も、最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。それでは。よしよし。